どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA 感謝の日っていうのが毎月29日にね行われておりますよね。で、5月29日もですね、この ANA 感謝の日行われるわけなんですけども、2022年の5月の29日ですね、この ANA 感謝の日毎月29日ねやってきたわけなんですけども、1周年をね迎えるっていう風になりまして、今回ねかなりいいキャンペーンっていう風になっておりますので、 ANA マイルねお得に利用されたい方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それでは今回のね ANA 感謝の日、全部で9項目に分かれておりまして、ちょっとね簡単に紹介していきたいなと思うんですけども、まずはじめにですね、7月の連休と8月のお盆のですねスーパーセールが行われます。ANA トラベラーズの特別ホテルプランで、次にですね ANA トラベラーズダイナミックパッケージの北海道沖縄クーポンで、次に ANA のふるさと納税ですね。で、次に ANA ショッピング特別価格と500円クーポンで、6月の特典航空券減額マイルキャンペーンですね。で、次にソラッチグッズプレゼントキャンペーンで、次に ANA の親介護保険の新規加入でスカイコインが当たるキャンペーンですね。あとね、 ANA フェスタでマイルが貯まる倍率が 2.9 倍、またね対象商品購入すると29マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になります。それでは一つずつね見ていきたいなと思うんですけども、まずね7月の連休とお盆の登場のスーパーセールですね。予約期間が5月の29日の0時から5月の29日の23時59分までっていう風になります。まあ今回ね ANA の感謝の日ね、全て29日っていう風になりますんで、このスーパーセールもね29日限定ですし、減額マイルキャンペーンも29日限定っていう風になりますんで、この点はねご注意ください。で、 ANA のねスーパーセールの登場期間はですね、2022年の7月の16日から18日、こちら連休になってる日ですね。それと、2022年の8月の11日から8月の21日ということで、こちらねお盆の設定期間っていった形になります。で、価格なんですけども、ちょっとねこれに一例をね出しておきますけども、まあこちらね、まあ対象路線はね全路線になっているわけなんですけども、まあこちらね連休プラスまたねお盆のね期間ということで、まあすごいめちゃくちゃ安いみたいなね、そういったわけではないんですけども、まあ普段よりかはですね安いみたいな感じになっております。まあ今からですね、この7月の連休と8月のねお盆の時期ですね、利用される予定がある方はですね、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。で、余談なんですけども、このね ANA のスーパーセールっていうのはですね、今ね ANA のプレミアムポイントね、国内線に乗ると1区間に応じて1000プレミアムポイントねもらえるキャンペーンが今行われておりますよね。こちらはこのスーパーセールの運賃っていうのは対象外っていう風になっておりますんで、まあ、この路線でね修行で使うっていうのはですね、基本的にはお勧めできないかななんていう風に思いますので、少しねお得に利用されたい方向けっていう風になっておりますんで、この点はねご注意ください。それでは次にですね、 ANA トラベラーズホテルですね、こちらね残念ながらですね、当日までねホテル全く公開されないっていう風になりますんで、5月の29日ねなりましたら、まあお時間あればねこちらぜひチェックしていただければなと思います。今までもですね結構ね高いホテルが安くね出てたりもしましたので、もしねあこちらすごい安いみたいなホテルがありましたら、動画のコミュニティ欄っていうねところがあるんですけども、そこでね発信やっていきたいななんていうふうに思いますので、そちらもねぜひチェックしていただければなと思います。で、この ANA トラベラーズのホテルの宿泊期間はですね、2022年の5月29日から2023年の5月31日までということで、かなりね幅広いね期間で利用することができるっていうふうになりますんで、まあお得なプランがあればですね、かなりねいいのではないのかなと思います。それでは次にですね、 ANA トラベラーズのダイナミックパッケージですね、こちら登場期間がですね8月1日から8月の31日までっていう風になっておりまして、でこちら対象の宿泊地が北海道沖縄っていう風になっておりまして、クーポンがねこういった形に出ております。先着80名で4000円、こちら旅行代金4万円以上で利用することができます。で、先着65名までで8000円のクーポンですね、こちら8万円以上で利用することができます。で、先着30名ということで15万円以上の利用代金に
以上でですね、この1万5000がね、利用することができるっていった形になります。まあこちらね、ANA のダイナミックパッケージっていう風になりますんで、まあ飛行機とね、ホテルがセットになったみたいなね、まあそういった感じになりますんで、まあ基本的にはですね、かなりね、商品的には高い部類に入るかななんていう風に思いますんで、まあ基本的にスルーでいいのかななんていう風に思うんですけども、まあこれからね、北海道とか沖縄とかのね、ツアーでね、利用されたいみたいな、そういった予定がある方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。まあ、こちらね、利用期間が8月っていう風になっておりますんで、まあ、おそらくね、クーポンもね、先着80とか65とかね、かなり少ないので、多分ね、すぐ枯れてしまうんじゃないのかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、もし利用する方はですね、ぜひね、0時ね、狙ってね、見ていただければなと思います。それでは次に ANA のふるさと納税ですね。こちらね、商品がちょっとたくさんありますんで、一つだけ紹介させていただきますけれども、まあ、こういった形でですね、こちら北海道のケルナー1本ということで、こちらワインみたいですね。で、こちらはですね、昨年12月に3日間だけ公開した、まあ、品物ということで、まあ、この ANA のふるさと納税っていうのは、まあ、いつものね、寄付金の額によって、このふるさと納税の返礼金ってもらえるんですけども、まあ、これがね、少しね、お得になってるみたいな感じになっておりますので、まだね、枠がある方はですね、チェックしてみるのもね、いいのではないのかなと思います。いつもね、この ANA のふるさと納税って、全部ね、売り切れてるっていった形になりますんで、まあ、お得なのはね、間違いないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。それでは次にですね、ANA ショッピング A スタイルの特別価格ですね。で、今回ね、こちらですね、ANA 国際線の機内食に選ばれた、魚料理詰め合わせ5切れということで、まあ、こちらね、5400円のところが5130円で利用することができます。でもう一つね、こちら機内採用のワイン5本と ANA 機内サービス用のステンレスタンブラー3脚セットということで、こちらが12950円なのが11000円で利用することができます。まあこういった形ですかね。それと、いつも通りね、500円のね、A スタイルのクーポンが来ますので、まあこちらはね、利用することができます。まあ通常価格でね、狙ってた方はね、結構いいのかな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、減額マイルキャンペーンです。皆さんね、これが一番メインで狙ってると思うんですけども、今回ね、6月の搭乗分の国内線特典航空券減額マイルキャンペーンということで、まあこういった形になります。まあこちらね、一例なんですけども、羽田伊丹がですね、通常6000マイルのところが片道2900マイル、羽田札幌通常7500マイルが4900マイル、羽田那覇が通常9000マイルが5900マイルということで、いや、めちゃくちゃいいですね。毎週やってるね、 ANA の特旅マイルキャンペーンっていう減額マイルキャンペーンがあるんですけども、それよりね、下げてきましたね。で、搭乗期間はですね、6月の2日から6月の30日までっていう風になりますんで、5月の29日しかね、こちら予約することがね、 ANA 感謝の日なんでできないんですけども、搭乗期間はね、6月2日から6月いっぱいっていう風になりますんで、もうすぐっていう風、もう本当に来週とかになりますんでね、まあ6月ね、どっか旅行ね、検討されている方はですね、ぜひね、こちら利用していただければなと思います。まあ ANA マイルね、使うこの利用先としてはですね、かなりいいのではないのかなと思います。で、今回のね、キャンペーンのいいところはですね、いつもはね、対象路線が決まってるんですよね。北海道とか福岡、沖縄みたいな感じでね、決まってるわけなんですけども、今回の減額マイルキャンペーンはこういった形になっておりまして、全路線ね、対象なんですよね。ですので、この区間、距離マイル数がありますよね。まあ、いつもが、まあ、6000マイルのところは2900マイルだし、7500マイルのところは4900マイルみたいな感じで、まあ、この距離に応じてね、この必要マイル数って決まってるんですけども、これがね、その距離に応じてですね、この減額マイル数もね、決まっているっていう風になりますんで、まあ、対象路線がですね、ないって言った形になりますんで、どの路線利用したとしてもこの減額マイルが適用されるっていう風になりますんで、皆さんね、5月の29日ね、ぜひ予約して利用していただければなと思います。私もね、沖縄と大阪ね、行く予定がありますので、5月の29日0時になったらですね、多分これね、サーバー落ちてしまうと思うんですけども、正座待機してね、予約したいと思います。
それでは次にですね、こちらソラッチプレゼントキャンペーンということで、 LINE アカウントのお友達に登録すると抽選で35名の方にこのソラッチオリジナルグッズがねもらえるキャンペーンがあるようです。まあこちらね非常に可愛いんでね、ぜひね登録しておいていただければなと思います。こちらねもう登録されている方もね参加できるみたいですね。で次にですね、 ANA 親介護保険の新規加入でスカイコインが当たるということで、まあ、こちらはですね、まあ、こういったキャンペーンがやっておりますので、まあ、興味がある方はですね、ぜひチェックしていただければなと思います。で次にですね、 ANA フェスタで貯まるマイルが 2.9 倍、またね対象商品購入で29マイル貯まるということで、今月のね5月の29日はね日曜日っていう風になりますんで、空港行かれる方ね結構いらっしゃるかななんていう風に思うんですけども、まあお土産とかですねいろいろね ANA フェスタでね購入される方結構いらっしゃるかななんていう風に思うんですけども、 2.9 倍でねマイル貯まるっていう風になりますんで、まあ私の方で計算させていただいたところですね、4.35% 還元になるかななんていうふうに思いますので、まあ、100円決済していただくとね 4.35 マイル貯まる感じになるかななんていうふうに思いますので、5月の29日ね空港行かれる予定ある方はですね、こちらねぜひ覚えておいていただければなと思います。またね対象商品購入っていうのは、まあ、こういった形でトラッチのねグッズであったり、マスクとかねあとコンソメスープとか、まあ、こういったものをですね1点購入していただくと、まあ、こちらあの 2.9 倍とは別にですね29マイルがね、あの1点購入ごとにですねもらえるっていう風になりますんで、まあ、今までねちょっと狙ってたものがあった方はですねぜひね購入してみるのもねいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、 ANA 感謝の日5月29日でねとうとう1周年ということで、減額マイルキャンペーンね来ましたね。いや非常にいいですね。路線がね決められてないっていうのはね本当に利用しやすくてねいいですよね。ぜひ ANA マイルねある程度持たれている方はですねこの機会にね利用していただくのねかなりおすすめっていただきになりますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。予約できるのはですね5月29日のみっていう風になっておりますんで、この点もね注意していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。